佐藤和夫動画チャンネルです。今真岡小学校下の城山公園のところに来ております。これは当店佐藤時計店の提灯であります。こういう形で、行屋側のところにずっと提灯ついております。あそこが売店ですね。そして向こう側のところがいろんな、花見する方に、お貸しできる店頭であります。本当に真岡の中心街でこれだけ桜が綺麗なところもそうはないと思います。しかしながらかなりこう古木になってしまいましたんでね、もうそろそろ新しいのを植え始めないとちょっとダメなのかなという感じがしてますね。これ見てもらっても分かるようにかなりもう本当にもう年齢を重ねてるなというふうな感じがしてます。あと1週間か10日すると満開になるのかなという感じしてますけども、ぜひともこの先ほど言いましたように、遠くに見えるのが真岡小学校の校舎でありますが、そのすぐ真下というのが言いますか、東側ですねの行屋側で1万本の桜祭り行いますので、ぜひとも花見に来てください。本当に先ほど言いましたように売店も設置してますんでね、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。お待ちしております。終わります。